ヤッホー YouTube、 どうも直樹と、あそこに小麦がいます。今寝てるっていうか、ぐたっとしてます。ちょっと遊び疲れた感じになってますね、小麦は。はい、今日はちょっと海外のアーティストの方、こちらのジェジュンさん、ジェジュンくんかな、ジェジュンくんのヘアスタイル解説をしていこうと思います。そう、僕の一個下、いや僕と同じだ、同学年の方、早生まれだから僕と同い年ですね、34の年の、同い年かのヘアスタイル解説やっていきます。で、ジェジュン君、これ、まあ、ブリーチして根元ちょっと外して、根元ブリーチもしてるけど、ちょっと根元を暗めに染めて、毛先をちょっとこう明るくベージュっぽい色ですね。結構抜かないとこの色は出ないです。で、ジェジュン君とかのこのヘアスタイルは結構僕普通に切ってるのかなと思ったら、意外となんか短く切ってますね。2セクションまでいかないけど、ちょっと短めに中切って、で上だけ伸ばして、でちょっと動かしてます。まあ毛量的には普通に細い人でも太い人でもいけます、これは全然。で、まあ、癖がそんな強すぎちゃうと難しいかもしれないんですけど、ちょっとした癖とかだったらいいし、直毛でもちょっとこれぐらいだったら、こうアイロンでね、ダンスだったらやれるんで、僕は全然おすすめできますね。結構けど肌がやっぱり白い、すごい綺麗な肌してやっぱ白いんで、やっぱそういう感じのちょっと中性的な感じを持たせたい人はありかなと思います。で、この2枚目の時見てもらうと、これね結構ブルーとかアッシュとか結構入ってる、結構アッシュ入れたかな、だからちょっとブルーっぽくなってるけど、この時よく見てもらうと、中の下の方の毛、ね、これってすごい短いでしょ、短いけど上ちょっと白くなってるとこっていうのはちょっと長めに残してる。これ耳出した感じで、ある程度上の長さが耳に隠れるぐらいまで乗っかってたら、全部が同じだとすごいボテって重くなっちゃうから、確実に2セクションできてますね。中短く切って、このジェジュン君とか韓流の方とかのヘアスタイルの特徴とかって、すごいもみあげのところがすごい綺麗な、細くシュッと細く作ってるから、そこをこう綺麗に整えてあげると一番いいかなと思いますね。結構この辺の作り細かいところなんだけど、すごい綺麗に作ってあげないとダメなので、その辺もちょっと細かくちょっと細くしてくださいとか言わないとダメかもしれないですね。で、上残して、上だけちょっとこう軽くセニングとかレイヤー入れたりとかしてやってあげるといいの。これね、カラーリング自体は多分全部一瞬ブリーチしてから一緒に塗ってるんですけど、短い方がブリーチの力が強く残ってるからグッと青が入って、上の方は白くなってるだけなんで、基本的には一色で染めてますね。この時、3番目のこの時なんかも、まあ、色は抜けてこうキンキンに染めてる状態だけど、もみあげとかアイリアシンとかすごいスッキリして、綺麗に清潔感あるように見せて、でけど上からは残してあるっていう感じですね。これもやっぱり、これ2セクションじゃなくても普通に切れるんですけど、2セクションで切らない場合は普通に切っていいんですけど、セットする時にこの鉢から上のところは全部、例えば一回ダッカールとかなんかに止めておいて、下の方は軽くワックスつけてもうセットして止めとく、あまりこう動かさないように止めておいて、なんでもう一回手を洗ったりとかして、で上だけ軽くアイロンを巻いてあげたりとか、ちょっとうねってストレートアイロンのところでやってあげて、でもう本当に軽く癖づけるぐらいにして、でそれからちょっとワックスをつけてあげると、下は動かない、押さえてワックスで押さえてるから動かないけど、上は少しワックスで動くようにしてあげてっていう風にやるとやりやすいかもしれないです、うん、だから2セクションの方がやりやすいんだけど、2セクションっていうのがあんまりこう好きじゃなかったりとか、やりたくないっていう人は、まあ、セットの仕方でちょっと変えていくっていうのが僕はいいと思います。楽だし、この時とかも見てもらうと分かるんだけど、お前髪とか横のところ結構長めに残してるけど、みんまりとか胸上げってすごいスッキリ短いでしょ。襟足とかも襟足でこんだけ短くして、こう丸くこうシュッとするように作ってるのにもかかわらず、上がこんだけ長いっていうのは、基本的にけど普通にカットするとこうならないはずなのに、ボテッとしやすくなっちゃってるから、質感で長く残しやすくなっちゃうから、まあ
できるんであればちょっとなんか短めで上からかぶせてあげてっていう風な感じがいいかな。であんまりこう2セクションの感じを出したくないっていう人であれば、あれちょっと長めに残してこうつなぎ目はちょっとセニングとかでぼかしてあげるぐらい。でもある程度ちょっと差がないとこういう風な上の動きと下の融合性っていうのはなかなかできないので、その辺をちょっと考えながら、うん、それでもいいって言うんだったら2セクションにしなくてもいいと思うんですけど、ある程度これに近づけるんだったらやった方がいいかなと思いますね。で上はレイヤー入れて短くしてて高さも出るし、ちょっと横に後ろに流すような感じでねセットしてあげるといいと思います。目にかかるぐらいな長さにして、やっぱ肌白くてやっぱり綺麗な顔立ちの人の方がよく似合うかなと思うので、中性的な感じとかを求めてる人はいいかもしれないので、ぜひ参考にしてみてやってみてください。バイバイ。